はい、まあ、入管法、そして今日本会議採決のあった漁業法、あるいは日曜 EPA、まあ、いずれも国会の審議はいらないと、議会の機能、役割を全く理解しないという議会の自殺行為を、与党の国対が繰り返していることを大変危惧をいたしております。議会制民主主義、議員内閣制は政府与党が議会の過半数を持っていて、多数決で決めれば何でもやりたいことができるというそもそもの制度です。そうした中における議会の役割はしっかりと野党の声を聞いて、我々も、ほとんどの法案は問題がなければ委員会審議、例えば3時間とかで賛成して成立させているわけですし、そうしたことの中で、ごく一部の大変問題だということについては十分な審議時間を取って国民にも周知を図りながら丁寧な手続きのものを決めていくということで、まあ、日本国憲法施行以来積み重ねられてきた慣習慣行があると、それを全く無視して数を持っているんだから何でも押し切ればいいというのは議員内閣制、議会制民主主義に対する無知と言わざるを得ないと、こうした基本的な認識に欠ける政権が続いていることに対して強く危惧をするものであります。特に本日、衆議院の憲法審査会が強行に開会をされました。具体的なことについては、山花筆頭幹事や国対からもいろいろとコメントしているかというふうに思います。私の立場からは、まあ、憲法調査会以来、中山太郎会長、特別委員長の下で、与野党円満に議論を進めていくということの中心を担わせていただいてきたという自負がございます。実際に国民投票法の制定、あるいはその前の衆議院憲法調査会の調査報告書を取りまとめ、いずれも与野党で円満に物事を進めていって、調査報告書は円満にまとまりましたし、国民投票法も最後の一局面だけなかなか折り合えなくて残念な側面ありましたが、大方の部分については円満な議論のもとに共通した認識のもとで法律を作ることができたという経験をしております。そうした観点からすれば、中山会長のもとであれば、あるいは当時からしっかりと憲法議論の意味を理解をされている中谷さんや船田はじめさんのもとであれば、この国会でも、まあ、少なくとも2回や3回円満に審査会が開かれていただろうなというふうに思っています。なぜこんな状況になっているのか、現在の関係者の皆さんは中山先生や中谷さんや船田さんのところに行って教えを請うてくるべきではないかというふうに思っております。私から以上です。フランス店の及川と申します。入管法改正の手続き論の問題点がよく分かったんですけども、昨日維新の会の馬場幹事長の会見で質問したところ、まあ、修正案によって野党の懸念は払拭されたというふうに強弁されました。そこで改めて入管法改定の何が問題なのかを分かりやすく説明してほしいというのが1点、あともう1つが水道の民営化についてどのような意見か、以上2点伺えればと思います。はい、入管法については、何しろどういう職種で何人ぐらいどういう基準で入れるのか、全く法律に何も書いていないという状況は、維新の、まあ、修正とは言えないような修正をした上でも全く変わっておりません。水道法については、まあ、今でも民間が参入しようと思えばできる制度にはなっていますが、新しい法律がもしこのまま可決をされれば、より入ってきやすくなるという状況です。実際に、ヨーロッパ諸国で民営化した国はほとんど全てと言っていいぐらい大失敗をしている
という、まあ、周回遅れのことをやっているということです。 IWGA の八重樫と申します。最初の方に出た水道法の件なんですけども、農林水産団元農水大臣の山田雅彦さんや立憲民主の川田隆平参議院が頑張っておられるんですけども、水道法は地方自治、地方分権一括法、地方自治法の問題だと思います。水道法をやらないように検討してくれと国民が市町村に請願文書を提出するということが重要になると思うんですけども、いかがでしょうか。はい、この問題に限らず、例えば国で作った法律の枠組みはあるけれども、実際に運用する自治体の判断に委ねられるということはたくさんあります。残念ながら我々の猛反対したカジノ法も成立をしていますが、カジノは各自治体で、どこも受けなければできないというように、水道事業を民間に、コンセッションでやるということも、これも各自治体の最終的な判断、その余地が生まれるということですから、各自治体が適切な判断をされるということだし、逆に言えばこんなものを外資に売り渡すようなことをするような自治体は、まさに住民の皆さんが一番直接的にダメージを受けるので、それはそれぞれの自治体での住民の皆さん、あるいは我が党の関連議員の皆さんには頑張ってもらわなきゃいけないと。ただ我が党が議員を持っていない自治体が山ほどありますので、そこは各地域でしっかりと声を上げられる仲間を作っていきたいと思っています。北方領土のことで、伺いたいと思います。枝野さんというか立憲民主党は、2党先行返還論なのか、4党一括返還論なのか、あるいは千島列島を共産党のように全部返還すべきという立場なのか、北方領土交渉をどのように進めるべきか、ご見解を伺いたいのが1点と、北方領土の問題については、これ相手のある外交交渉にならざるを得ない側面があるのは否定できません。したがってどういう手順を進めるべきなのかということについては、相手のあることですので、一概に何か断定的にこれじゃなきゃいけないということを言うつもりはありません。ただ大事なことは、4党とも我が国固有の領土であると、4党とも、歴史的にも法的にも我が国の固有の領土であるということは明確であると、この線だけは絶対に譲ってはいけないと。これは本当に時間がかかったとしても、領土一旦妥協し手放すようなことがあっては絶対にいけないと。この線だけはしっかりと守りつつ、いずれは4党すべて返していただくということが常に前提になりながら、どういうプロセスを踏んでいくかと、こういう問題だと思っています。